見事秋葉監督初陣でこのリーグ戦欲しかった欲しかった今シーズン初勝利です。まずは試合を振り返ってください。もうこれが清水エスパルスが本来持っている力ですから、まあ、なかなか流れが悪かった分簡単には勝たせてくれなかったですけども、この一体感スタジアムの空気感、このエスパルスファミリーサポーターが最後の最後まで我々の背中を押してくれる、共に戦ってくれるからこそこういう劇的なゴールになってますから、ただまだ一つ勝っただけですし、次水曜日すぐまたここホームで愛されできますんで、しっかりと回復させて連勝できるようにまたしっかりやりたいなと思います。もう去年シーズンからもう本当に久しぶりの勝ち録を監督も入っていらっしゃいました、まあ、どんな気持ちだったんでしょうか。いやもう僕だけじゃなくてゴンちゃんが会長まで引っ張ってくれて、あの全員で勝ち録をやった、ここから本当にいよいよ一つになって全員で J1 昇格するんだっていうこの一体感とか絆みたいなもの、これを大事にしながら残りのゲーム最後の最後に戦って必ず最後昇格してみんなで笑い合いたいなと思います。今日は堅い守備のベルギーから2得点、これさらに自信になったと思います。次節またホームです。一言お願いします。またホームでできる、こんなに心強くアドバンテージなことはないので、またぜひ皆さん水曜日ですけどもたくさんの方に来ていただいて、また勝てるようにしっかりといい準備したいなと思います。勝利おめでとうございます。ありがとうございました。サポーターの方の気持ちも奮い立たせるようなそんな秋葉監督の言葉でした。